鳥取県庁は地方公共団体である鳥取県の行政機関である。1999年鳥取県知事に就任した片山義弘の下で県政改革が実施されてきた。中でも片山が知事就任時に実施した代表的なものとして県議会への根回し廃止や人権比較とした財源を回し、小学校1.2年生での30人学級の実施がある。 情報公開においては、鳥取県の各部局が年度目標や達成状況を示す工程表の公開を2008年度から実施している。1885年春高の鳥取県庁舎、ここでは主な組織を記載する。鳥取県中部、西部地域については、知事部局の組織の一つとして、総合事務所が設置されており、保健福祉、 県土整備などの部門が設けられている。なお、鳥取県東部地域については、知事部局の各部局の管轄となる。また、保健福祉、生活環境部門は一部を除いて、鳥取県東部地域が管轄外となる。また、県税部門は、総務部の下部組織である、県税事務所の担当となるについては、全域が中部県税事務所の担当、ゴルフ場利用税、 経由引き取り税については、全域が西部県税事務所の担当。ありがとうございます。